印西市、印西市は千葉県北西部に位置する人口約10万人の市、印西市と周辺に市に広がる千葉ニュータウンがあり、市民の約6割がこの地域に住む。東京都特別区部への通勤率は24.2%、平成22年国勢調査。東京の都心から約4 0キロメートル 千葉市から約2 0トル、成田国際空港から約1 5トルに位置する。面積は1 2 3 8 0トル。三方乙女川、陰馬沼、手賀沼に囲まれた水と緑豊かな市。周辺の桜市、四街道市、白石、市、八幡市、成田市、富里市、四水町、栄町と合わせて陰馬地域と称される。 千葉県北部に位置し、標高20から30メートル程度の平坦な下宇佐大地と利根川、インバ沼、手ガ沼などからなる周辺の低地により構成されている。大地と低地部の境には、低地部から大地に入り込む新植国や多日と呼ばれる地形が広がる。地質は、大地上は鉱石層に属し、関東ローム層からなっており、低地部は、 沖積層に属し一般に肥沃な土地が広がっている。土地利用は、大地上は主に畑や山林として利用されてきたが、近年は強固な地盤であることから、千葉ニュータウンをはじめとした市街地が広がっている。低地部は豊かな水に恵まれ水田として利用されてきた。現在も谷津田など、緑豊かな田園風景が見られる。すべて、利根川水系の河川であり、本流は、 四北端を流れている。首相を隣接する自治体のうち、利根町とは直接的な往来はできない。阿鼻子市、または栄町を経由する必要がある。千葉県で他県と接していながら直接的な往来ができない自治体は臨西市のみである。また、千葉ニュータウン中央駅の西隣の小室駅が船橋市にあるため、船橋市と隣接していると思われがちだが、 実際には、白石を挟んでいるため、隣接していない。江戸時代は、利根川の水運が盛んで、物資層や香取神宮、鹿島神宮、生きす神社の三社詣などで、木下街道付近にあった木下菓子が栄えた。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、5.10%増の92,670人であり、増減率は、 県下54市町村中2位。市長、板倉正直、を、2012年7月28日、就任、1期目2016年7月10日再選、2期目。初代市長は、伊藤敏明、元院在町長、1983年から1996年、1期、町長時代を含めると4期、市政施行直後の1996年6月に、 在職のまま休生。二代目市長は、海老原久し、1996年から2004年、2期、市長退任後に休生。三代目市長は山崎、山よ2004年から2012年、2期。2012年7月8日、臨在市長選挙の投開票が行われ、市、長議を10期務めた板倉が、現職の山崎を破り初当選。 四代目市長となる。初登庁は、同月30日。2016年7月10日、印在市長選挙の投開票が行われ、現職の板倉が再選。2003年、印在市、白石、印馬郡印馬村、元の村の西に村の合併が検討され、北総市構想、2003年4月1日には、印在市、白石、印馬村、 元の村合併協議会が設立されていたが、2004年7月の白石で行われた住民投票で反対票が過半数を占め、合併計画は白紙となった。その後、2008年に印在市、印馬村、元の村の一市に村の枠組みで市町村の合併の特例等に関する法律、 新合併特例法の期限である2010年3月末までの合併に関する話し合いを行うために2008年10月24日に合併問題懇談会がそれぞれの市村の長及び議会議員の代表により構成され設置された。そして2009年1月9日には合併協議会が設置された。合併の期日は2010年。 平成22年3月23日、合併方式は、印西市に、印馬村、元の村を編入する編入合併。新市の名称は、印西市とすることで合意したが、元の村の小川俊彦村長、当時が、現時点で、合併の必要を感じていないなどと発言し、実現性が不透明な状態となった。混乱の末、2009年12月に、 小川村長のリコールが成立し、これを受けて合併申請が行われ、2010年3月5日総務省、国時代73号で合併が決定した。これにより、予定通り2010年3月23日に、新、臨在市が誕生することになった。2008年1月15日歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例が施行となり、千葉ニュータウン中央駅周辺が、 重点区域に指定された。指定喫煙場所以外の喫煙、空き缶などのゴミのポイ捨ての違反者に対し命令、従わない場合、同年4月1日から、過料徴収を実施している。印在市議会、2017年4月1日現在、中沢氏が市長選立候補のため、辞職により、市議会は、欠員一である。千葉ニュータウンの開発により多くの企業が進出した。 千葉ニュータウン中央駅及び印西、牧野原駅周辺は印西市における経済、産業の中心地となっている。また、関東平野の中で活断層がなく岩盤が強固と、されることから、防災上の理由で、多くの金融機関が千葉ニュータウン内に、事務センターや郵便局の東日本貯金事務計算センターを配置している。UR 都市機構、旧住宅。 都市整備公団により開発された住宅団地のほか、民間のデベロッパーにより、複数の大規模住宅団地が開発されている。全1校、2キャンパス、全2校、全9校、全20校、印在私立図書館年報平成20年度平成19年度より、2008年3月31日、現在、千葉ニュータウン中央駅が市内で、最も上校人員が多いが、 JTB 時刻表には、木下駅が中心駅として記載。市内ではラーバンネットがケーブルテレビを運営している、インバ地区、元の地区を含む、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。